フリースタイルモトクロスにおけるトリックの一例フリースタイルモトクロスとはモトクロスより派生したエクストリームスポーツの一つである。モトクロスは通常はダートコースを集団で走って順位を競うレース競技である。モトクロス用に作られたコースには通常いくつかのジャンプ台が設けられており、走行中にライダーが観客へアピールするためジャンプ中にハンドルから手を離したり、 バイクを極端に寝かせたりすることは以前から行われていた。だが1990年代前半頃よりレースではなくジャンプでのトリックの完成度を本格的に競う方向性が現れ、これをフリースタイルモトクロスと呼ぶようになった。それまではジャンプ台は土が一般的だったが形状を変えずに移動ができ、どこにでも比較的短時間で設置できるという利点から、 カタパルトと呼ばれる金属製のジャンプ台を使うのが一般的になってきている。フリースタイルモトクロスは目覚ましい技の進化を遂げており、トラビスパストラーナがダブルバックフリップを完成させるなどしている。反面、技が高度になるに従って危険度も比例して上がっており、後遺症が残るような大怪我に見舞われたり、命を落とすライバーも少なくない。海外においては、 アメリカの X ゲームズに代表されるように技の難易度を競う形で競技化され、レッドブルが主催する FMX の年間シリーズ戦をはじめ、代償様々なイベントが存在する。日本ではアメリカにおいて FMX が始まった1990年代より情報としては入ってきてはいたが、当時はまだライダーが個人的に楽しむ域を出ておらず、知る人ぞ知るスポーツであった。 この状況に変化が生じたのは、モトクロスライダーの佐藤英語が、フリースタイル専門のモトクロスチーム、MX ウイルスを立ち上げてからである。佐藤は乗っているバイクのメーカーを問わずに、FMX が好きなライダーを集めて、チームを結成し、全国各地のイベントでデモンストレーションを行い、FMX の存在を世間一般にアピールした。それと、並行して、MX ウイルスは、 海外のイベントにも積極的に参加。佐藤は2005年からレッドブル X ファイターズに毎年参戦し、2009年には最高位に年間ランキング3位の成績を残すなど、長年日本の FMX シーンを牽引してきたが、2013年2月28日に練習中の事故で高いした。また、MX ウイルスメンバーの東野隆行は、 アメリカの FMX の第一人者であるブライアン・ディーガンに素質を見込まれて彼のチームに参加、アメリカに活動拠点を移している。その後東野は2010年 X ゲームズ16の元 X ベストトリックで銅メダルを2012年には元 X フリースタイルで金メダルを獲得。さらに2013年6月日本で初めて開催されたレッドブルー X ファイターズ。 大阪大会で優勝するなど、世界トップクラスの FMX ライダーとして活躍している。2013年現在、日本においてはまだ競技としての FMX は定着しているとは言い難い。しかし、パフォーマンスとしての人気は認めのわかりやすさや派手で、豪快なトリックなどから徐々に高まっており、イベントとしては全国各地で見ることができる。 モトクロスと同じモトクロッサーを用いるが、トリックを円滑、安全に行うために改造が施されている。現在、MX においては4ストロークエンジンを搭載する、モトクロッサーが主流であるが、FMX では4ストロークより車重が軽量で、パワーのある2ストロークエンジン搭載車が、現在も広く好まれている。X ゲームズに採用されている競技を一例として、下記に示す。 フリースタイルモトクロスにおけるトリックの一例ジャンプ中に以下のトリックを組み合わせたり、一回のジャンプ中に連続していったりする。片足をステップから外し、もう片方の足の前方に差し出す。両足をステップから外して、バイクの片側の側面に差し出すトリックもあり、こちらはキャンキャンのオフッター、またはダブルキャンキャンと呼ばれる。さらに足を大きく振り上げると、 スーパーキャンとなる。ありがとうございます。